1月1日、それは始まりの日である。2014年にとある会社に就職。パソコンが使えたという理由でシステム部門に配属。そこからいくつか組織改正を経てシステム部門に現在も在籍。そんな S にある異変は、仕事中何も口にしていないのに胃の内部を何かで疲れたような痛みが S を襲う。胃薬を飲んでも回復せず、かかりつけの内科や規模の大きい病院に行くと慢性胃炎と診断される。新社会人の皆さん、体を気遣いながら頑張ってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントも待ってます。概要欄の SNS をフォローしてね。